ここはランディの部屋だったな。さっきまで物を動かすような音が聞こえてきたけど。うん、誰だ。ロイドだけど、ちょっといいかな。ああ、いいぞ。遠慮なく入ってこいよ。それじゃ、お邪魔するよ。ようこそ、俺様の城へ。お前さんの方も荷ほどきは終わったのか。いや、まだだけど、どうやらランディはもう結論が出てるみたいだな。ああ、配属を辞退するって話か。まあ、デスクワークは少なそうだし、気楽そうなのも性に合っている。職場と住む場所が一緒なのも楽で良さそうだし、このまま厄介になるつもりだぜ。そうか。お前の方はさすがに迷ってるみたいだな。せっかく取った捜査官の資格を無駄にしたくないってところか。それもあるけどね。それ以上に目指している目標から遠ざかっていきそうな気がして。目指している目標？いや、まあ大したことじゃないんだ。そういえばランディはどういう経緯でここに配属されたんだ。俺たちより年上だけど、警察学校は出てないんだよな。ああ、その通りだが、俺がここに配属された経緯ね。本当に聞きたい？ああ、差し支えなければだけど。そこまで言うなら仕方ねえ。実はな、女絡みのトラブルだ。え？いやー、前の職場で複数手を出したのがバレてさ、危うくクビになりかけたところをおっさんに拾ってもらったんだよ。これもエイドスのお導きってところかね。ランディの前の職場って？ああ、クロスベル警備隊さ。帝国方面にベルガード門ってあるだろ。あっちの方に詰めていたんだ。警備隊、そういうことか。道理であんなハルバードを自由自在に振り回せるわけだ。ま、国境付近の詰め所あたりじゃ訓練とパトロールくらいしかやることがなかったからな。その点クロスベル市勤務なら歓楽街とかにも行きたい放題だ。いや、マジで警備隊を辞めて正解だったぜ。まあ気持ちはわかるけど。おっと、気が合うじゃない。いやさ、実は何軒か色っぽい姉ちゃんたちがいる店を見つけているんだよ。正式にお仲間になったら一緒に遊びに繰り出そうぜ。お嬢は硬そうだし、お子様もお呼びじゃないし、男同士の付き合いってやつだ。わかった、考えておくよ。ここは確かエリーの部屋だったな。まだ寝てないといいけど。どなたですか？ロイドだけど、今ちょっといいかな。
別にいいわよ。鍵は開いてるから入ってきて。それじゃ、お邪魔します。なんとか片付けが終わってよかったわ。そこに座ってくれる？今紅茶でも入れるから。いや、お構いなく。しかしエリーも、もう結論は出ているみたいだな。ああ、配属を辞退する話ね。少し迷ったんだけど、ここで頑張ることに決めたわ。そうか。あなたの方はさすがに迷っているみたいね。でも無理もないと思うわ。この特務支援課だけど、正直無理がありすぎるもの。無理がある？話を聞く限り、いろんなしがらみや打算によってできた部署でしょ。組織としての合理性に欠けるし、目的も今一つはっきりしていない。これで成果が上がらなければ、予算の都合で本当になくなる可能性が高いんじゃないかしら。まあ普通に考えればそうだよな。でもそこまで分かって、どうしてエリーは残るんだ？何か理由でもあるのか？そうね、いろいろな歪みを観察するには割と良さそうな場所だからかな。え？なんちゃって。多分私はずっと警察に勤め続けることはないと思うの。そういう意味では、ここが出世コースから外れてもあんまり関係がないから。そうなのか。確かエリーは警察学校には行ってなかったんだよな。どういう経緯で警察に？ありていに言うと社会勉強ね。ちなみに入る時の試験は筆記と射撃だったんだけど、どちらも満点だったから断りきれなかったみたいね。なんか聞けば聞くほど俺の場合とは違うような。あら、あなただって新人で捜査官資格を取ったのは珍しいんじゃないかしら。やっぱり事情があるんでしょ。それはここから先は正式な同僚になってからの方が良さそうね。ああ、そうだな。悪い、気を使わせたみたいだ。いえいえ、でも私個人の意見で言えば、あなたがいてくれた方が嬉しいかな。まあお互い新米だからまだまだなところもあったけど、今日だって慣れない状況でもリーダーとして頑張ってくれたし、指示も的確だったから私も安心してサポートできたもの。そう言ってくれると助かるよ。ありがとう。話に付き合ってくれて。あとは自分なりに考えてみる。うん、そうね。おやすみなさい、ロイド。おやすみ、エリ。ティオ、何やってるんだ？ロイドさん、見ての通り端末のチェックをしていました。端末って、あ、それのことか。 ZCF のカペルシステムを財団で改良した汎用端末です。警察本部から動力ネットワークを通じて情報を受け取ることが可能です。え？ちょっと待て。いきなり訳がわかんないぞ。はあ、そうですね。ロイドさんは動力ネットワーク計画についてどこまでご存知ですか？動力ネットワーク、雑誌の記事でたまに見るけど、ちゃんと理解はしていないな。確かエプスタイン財団が提唱してるとかなんとか。元はエプスタイン財団と
ツァイス中央工房が共同してスタートさせたプロジェクトです。今では主に財団によって進められていますが、その大規模な試験運用が現在このクロスベル市で進められているんです。まあこれもその一環ですね。よくわからないけど、結局のところどういうことをする計画なんだ。はあ、要するに旧来の通信機を発展させた技術ということです。単に会話のやり取りをするだけでなく、演算能力を持った端末同士を結んで効率的な情報ネットワークを構築する。わかりやすく言うとそんなところです。全然わかりやすくないんだが、要するに警察内部の連絡や指揮系統を効率化する装置ってところか。まあこの端末については間違いではないです。私の専門ではありませんが、端末の操作くらいはできますし、今後のことを考えると一応チェックしておこうかと。そうか。その様子だとティオは配属を辞退するなんて考えてもいないみたいだな。え？いや、そもそも俺がティオくらいの年はまだ遊びたい盛りだったよな。財団から出向したって話だけど、その無理やり働かされてるとかそういうわけじゃないんだよな。はあ、ね、まさか本当にそうなのか。どんな事情があってもそんなの我慢したらダメだぞ。その俺でよかったらいくらでも力を貸すから。あの、落ち着いてください。別に強制されて働いているんじゃありません。それどころか今回の出向はむしろ私がわがままを言わせてもらった結果です。え？私は私でここにいる理由がある。つまりはそういうことです。ロイドさんは人の心配をする前に自分の心配をするべきでは。そうだな、ティオの言う通りだった。ごめんな、差し出がましいことを言って。いえ、ただあんまりお人よしなのは捜査官としてはどうかと。遊撃士と違って人を疑うこともしなくてはいけない仕事ですよね。痛いところをついてくるな。やっぱり俺ってまだまだアマちゃんなのかな。警察学校の訓練で徹底的に自分を鍛えたつもりだったけど、でも確かにそれだけじゃ捜査官は務まらないだろうし。ティオ？端末のチェックは一通り終わりました。明日動力ケーブルの接続工事があるようなので今日は早めに休みます。そうか、お休み。ゆっくり休んでくれよ。はい、それではおやすみなさい。三人ともちゃんと自分のやるべきことを考えているみたいだな。迷っているのは俺だけか。ダメだ、なんだか煮詰まってきた。少し外に出て風に当たるか。いい風が吹いてるな。ベルハイム、そっか、ここから見えるのか。今はもう別の人が入ってるんだよな。セシル姉の実家はさすがに残ってるだろうけど。そうだ、おばさんたちにも後で挨拶しておかないと。あれから3年、おじさん家で厄介になった後、警察学校に入ってがむしゃらに勉強と訓練をして捜査官の資格も取ったけど、結局俺は捜査官になって何がしたかったんだ。おーい、
君たちは？いや、探しちゃったぜ。警察に行ったんだけど、兄ちゃんたちはいないって言うじゃんか。それでこの場所を教えてもらったんです。ここが支援課ってところでいいんですよね？ああ、そうだけど、どうしてわざわざ？いやさ、ちゃんとお礼を言ってなかったと思ってさ。え？お兄さんたちがいなかったら、多分僕たち二人とも大怪我をしてたと思います。だからもう一度お礼を言おうって。そっか、二人ともありがとな。こんな時間に訪ねてきてくれて。まあアリオスさんと比べたらかなり頼りなかったけど、警察のおまわりにしたらなかなか見どころあると思うぜ。実力不足はこれから頑張ればいいんじゃね。ちょっとデュウ、お礼を言いに来たのになんだか偉そうだよ。そうだな、これから精進すればいいか。そうだ、二人ともどこら辺に住んでるんだ？よかったら送っていくよ。ああ、平気。西通りだからすぐ近くだしさ。僕は住宅街の方だけど平気です。お姉さんたちにもよろしく伝えといてください。ああ、伝えておくよ。二人とも気をつけて帰るよ。おう、それじゃあさようなら。俺も単純だな。あんなお礼一つでこんなに気分が晴れるなんて。要は自分自身の気持ちの持ち方次第か。いいかロイド、男だったら目の前のものに体当たりでぶつかってみろ。てめえの心でてめえだけの真実をつかみ取ってやるんだよ。そうすりゃてめえが何をしたいか見えてくるはずだ。うん、そうだよな。まずはぶつかってみないと何もわからないか。通信機のベル。はい、もしもし。こちらクロスベル警察特務支援課分室ビルです。ロイド、その声はロイドね。あ、セシル姉か。よかった、警察の方に連絡したらこちらの番号を教えてくれたの。特務支援課だったかしら、そういう部署に配属になったのね。いやまだ正式じゃないけどさ。それよりもごめん、本当はすぐにでもセシル姉に挨拶しに行きたかったんだけど。気にしないで。私の方こそあなたを駅まで出迎えるべきだったのに。それこそ気にしないでよ、仕事忙しいんだろ。休暇が取れた時でもいいからさ。ロイドが冷たい。せっかく3年ぶりに再会するお姉ちゃんに対してなんてそっけないのかしら。なあ、もうなんとか時間を作るからさ。それとおばさんたちには明日にでも挨拶しに行くよ。うん、そうね。お母さんたちもロイドのことをすごく心配してたから。でも嬉しいな、やっとクロスベルに帰ってきたのね。うん、ただいまセシルね。お帰りなさいロイド。さて、返事を聞かせてもらおうか。俺は問題なし、このまま厄介になりますよ。っていうか、俺を警察本部に引っ張ったのはあんたでしょうが。
なんなら一課あたりに推薦したっていいんだぞ。連中もお前の戦闘力なら欲しがるかもしれねえしな。うげえ、ごめんこむりますよ。警備隊暮らしならまだしも、ギスギスしたところはちょっとね。エリーの方はどうだ？私もこのままこちらでお世話になります。セルゲイ課長、改めてよろしくお願いします。ま、お前に関しては俺も予想外だったけどな。本部のお偉いさんはこの課を安全な雑用係と思って推薦してきたんだろうが、当然そんな甘いもんじゃないのは覚悟してるだろうな。ええ、それはもう密度の濃い仕事ができるのを今から期待しています。うん、上等だ。ティオはまあ聞くまでもないが。ええ、最初からそういう約束でしたし、それより今日の午後動力ケーブルの配線工事があるそうです。端末のセッティングは私に任せてもらっても？ああ、元よりそのつもりだ。さてと、そんじゃ残るはお前だけか。ロイド・バニングス、警察学校のカリキュラムを座学、訓練ともに優秀な成績で終了。そのまま捜査官試験に挑戦し、見事これに合格した。正直うちには不釣り合いなくらい真っ当すぎる人材だ。お前ならどの課に行ってもそれなりにやっていけるだろう。うちが手放したら引き取りたいって話もいくつか来てるしな。迷う余地はないんじゃねえか？いえ、いろいろ考えた上で決めました。セルゲイ課長、これからよろしくお願いします。ロイド、つまらんな。もう少し悩みまくるのを期待してたんだがよ。あのですね、まあいい、今日一日は全員休暇という形にしてやる。地獄のように忙しくなる前の最後の休暇だと思っておけ。ああ、ティオ、端末のセットだけは頼んだぞ。ええ、了解です。おっと、そういや忘れてたな。改めてロイド・バニングス。はい。エリー・マクダエル。はい。ランディ・オルランド。うっす。ティオ・プラト。はい。本日0900をもって以上4名の配属を承認した。ようこそ特務支援課へ。バラエティ豊かな仕事を山ほど回してやるから楽しみにしてるといい。天にまします我らがエイドスよ、御身のもとへ向かう魂のため、天の門を開きたまわらんこと。信じられないぜ、あの元気の塊みたいだったやつが。可愛い恋人もいてそろそろ結婚かと思ってたのに、どうしてこんなことに。警察は何をやってるんだ。身内が殺されたんだろ、また迷宮入りにするつもりかよ。確かご両親は亡くされてるのよね。弟さんどうするのかしら。大丈夫ロイド、無理したらダメよ。あまり寝ていないでしょ。セシル姉こそ、いろいろ手伝ってもらってごめん。本当なら俺が一人で片付けなきゃいけなかったのに。水臭いことを言わないで、家族同然の付き合いじゃない。それにガイさんのことは私にとっても知るね。ごめんね、一番辛いのはロイドなのに。これから大変だと思うけど遠慮なく頼ってちょうだいね。あなたが独り立ちするまでちゃんと見守らせてもらうから。
我ながらガキだったんだな。素直に頼ればよかったのに。変な意地を張ったりして。兄貴、ただいま。今まで顔を見せなくてごめん。少し意地を張ってたみたいだ。でも俺、帰ってきたから。兄貴と同じ捜査官として、クロスベルに戻ってきたから。一人前には程遠いし、なんか変な部署に配属されちゃったけど、ま、なんとか頑張るから、せいぜい見守っててくれよな。さて、改めて今日から初仕事というわけだが、ま、何はともあれ、改めて説明を補足しておこう。ロイド、捜査手帳を出せ。な、はい。警察門が入った黒手帳か。なんだかそれっぽい感じだよな。確か警察官としての身分証明にもなるんですよね。ああ、その他にもいろんな注意や説明事項をまとめている。戦術オーグメントの説明なんかも載ってるから参考にするといい。だが、こいつの最大の目的は捜査状況の記録と確認にある。捜査状況？ロイド、説明しろ。な、はい。警察学校で習ったところだな。警察の規則では、どんな捜査任務にも記録をつけることになっているんだ。捜査任務を受けてから、それを進めている間の状況をこの捜査手帳にメモしていく。それをもとに報告が行われるし、勤務査定や特別手当も決定する。だからなるべく細かく簡潔にメモする必要があるってわけさ。なるほど、合理的ね。うげえ、結構めんどくさそうだな。ま、基本はそんなところだ。しかし、この特務支援課ではちょいと状況が違ってくる。正規の捜査任務以外にも支援要請ってのがあるからな。ね、ティオ、用意を頼む。はい、皆さんこちらへ。ああ、一昨日の。確か動力ネットワークにつながっている端末だったかしら。はい、昨日のうちにセッティングしました。基本常時起動したままで、ログオンするとこの画面になります。なんか文字が出てきたな。ここにその支援要請が。ああ、正規の任務以外の各方面からの依頼が届けられる。市民や観光客からの頼み事、クロスベル市からの協力要請など、様々な依頼が考えられるだろう。必ずしもやる必要はないが、放っておけば遊撃市あたりに片付けられてしまう内容ではある。なるほどな。遊撃士協会への高い評価を少しでもこちらに持ってくる。つまりそういうことですね。ま、ビビたるもんだろうがな。それ以外にも、本部が忙しい時に手伝いに駆り出されることもあるだろう。市内の巡回パトロールとか、どうでもいいデスクワークかな。マジかよ。ま、それはともかく、もう支援要請はこの端末に来ているんですか？おっと、そいつは自分で確認してみろ。確認した支援要請は捜査手帳にメモしておけよ。了解です。かというと業務連絡の類みてえだな。とりあえず警察本部に行っていろいろ説明を受ければいいのかな。ああ、そうみたいだ。でも動力ネットワークか、なんとなくどんなものかは分かったような気がする。通信機と違って
声以外に画像や文字情報も送れるのね。話には聞いていたけど、確かにいろいろ応用できそうかも。ええ。現在クロスベルでは様々な試験運用が行われています。警察に導入されたこのシステムもその一環ですね。ま、ギルドでも同じ技術を試験的に導入したって話だがな。概要はそんなところだ。早速お前たちにはそこに来ている支援要請を達成してきてもらおうか。了解しました。その後は何をすればいいんでしょうか。好きにしろと言いたいところだが、本部での説明の後正式な支援要請が何件か入ってくるはずだ。そうだな、最初だし本部への手前もあるから一つくらいはこなしておけ。そうすりゃそこまで嫌味を言われることはねえだろう。そういう問題なのか。するとロイド、ついでに町案内でもしてやれ。町案内ですか。これから自分たちが守る町がどういった場所なのか一通りその目で確かめてこい。そうそう、出てすぐのところにある武器紹介とオーバルストアだけは尋ねておけよ。警察官としてやっていくなら今後とも世話になるはずだ。なるほど、了解です。俺は大抵そこの部屋にいるが、昼寝やら雑誌を読むので忙しい。あんまり当てにしないで、なるべく自分たちで解決しろ。そんじゃあな。ちょっと。おいおい、いい加減なおっさんだな。はあ、大丈夫なのかしら。先行き不安ですね。まあとにかく俺たちの初仕事だ。一通り市内を回りながら支援要請を片付けよう。最初だから焦っても仕方ない。確実にやって感じをつかんでいこう。ええ、そうね。了解です。そんじゃま、行きますか。
ま、よし。Thank you.
可能。始めましょう。アリオさん、行くぞ。やっは私の番です。始めましょう。アリカ、よし、セッティア、行きます。今だ、みんな行こうよ。アリカ、了解。ディア、俺の番だ。みんなチャンスよ。アイカ、俺の番だな。えは、私の番です。分析を開始します。情報を入手しました。上げていこうぜ。はい。甘すぎろ。さてと。はい。ドライブ開始。行くぜ。よし。それ。ええ。
よし、セット。さてと。はい、そこです。敵集団撃破しました。やっぱ、よし、一気に行くぞ。アクション、私の番ね。チャンスだ。よし、畳みかけるぞ。はい、おう。と、よし、上出来だ。やっと、よし、一気に行くぞ。アクション、行くぞ。エイパ、任せて。ここだ。さあ、一気にボコンと。オッケーです。了解。行きます。タ、データ収集終了しました。やっと、えいっ、先制可能。始めましょう。やっと、私の番ね。任せろ。任せてくれ。セッティア、私の番だ。私の番です。へい、任せろ。よし、もう大丈夫だ。